都道府県対抗最も高いビルランキング、さあ前回25位までやったので今回24位からですね。第24位富山県タワートリプルワン 120.5m、 第23位熊本県ザ熊本タワー 126.8m、 第22位石川県ポルテ金沢 130m、 第21位福島県ビッグアイ 132.6m、 第20位滋賀県琵琶湖プリンスホテル 133.1m、 そして第19位山形県スカイタワー41 133.9m。 スカイタワー41は田んぼの真ん中にねズドーンって立ってて結構有名でございます。景色もねやばいんじゃないでしょうか。第18位岡山県森の町グレース岡山ザタワー 134m。 第17位新潟県万代島ビル 143m。 第16位香川県高松シンボルタワー 151.3m。 第15位群馬県庁舎 153.8m。 茨城県に続き群馬県もですね県庁舎が一番高いビルでございます。第14位宮崎県シェラトングランデオーシャンリゾート154m。 第13位福岡県オーシャン&フォレストタワーレジデンスウェスト 161m。 第12位岐阜県岐阜シティタワー43 162.8m。 あのね無料展望台とレストランがあるのでぜひ行ってみてください。そして第11位北海道 JR タワー 173m。 さあこっからトップ10でございます。第10位宮城県仙台トラストタワー 180m。 第9位千葉県アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 183.1m。 さあここで初の50階建て突破でございます。もうね海が一望できてやばいっすよ。ぜひ行ってみてください。第8位埼玉県エルザタワー55 185.8m。 第7位兵庫県シティタワー神戸三宮 190m。 第6位広島県シティタワー広島 197.5m。 そして第5位静岡県浜松アクトタワー 212.7m。 さあ5位にして初の 200m 超えでございます。アクトタワーは浜松駅からすぐのところにあるんですけど結構分厚いんですよ。ぜひね見てみてください。第4位愛知県ミッドランドスクエア 247m。 まあ名古屋駅の周りって高層ビルいっぱいあるんですけどその中で一番大きいっす。さあベスト3行きましょう。第3位東京都虎ノ門ヒルズ 255.5m。 第2位神奈川県横浜ランドマークタワー 296m。 そして第1位大阪府あべのハルカス 300m。ということで、ビルの高さ1位はあべのハルカス。回数では、横浜のランドマークタワーが1位でございました。まあね、10年後とかだいぶ順位とか変わってると思うので、また10年後にね、ビルランキングやりたいと思います。ぜひね、コメント欄に感想とか、あとは他にもこういうね、企画やってほしいとかあったら、どしどし書いてください。あと、チャンネル登録と、インスタと YouTube のフォローの方、よろしくお願いします。ご視聴最後までありがとうございました。